はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、久しぶりのバニラになりますけどもね。ただ私バージョン上げてないんで、まだバージョン 1.0 なんだよね。ずっともっとやってたのでね、本体のバージョンが上がってないんですけど、まあまあそれはいいとして、今回は何かというと、タイトルにもありましたけど、ハロウィンのね、建築コンテストがあったんですよ。あったというかあるんですよ。今まさにやってるんですよ。クリエイタープログラムで、ね、セブンデイズのクリエイタープログラムの中でね、そういうのがありまして、キャンペーンがね。で、一応ね、始めるときはね、面白そうだし、まだだいぶ日数があるから、やってみようと思って、普通に参加表明をしたんですけど、実際やり始めたらね、結構時間なくてね、やってる暇なくてね、結構ね。まあ、本当はね、もっといろいろやりたかったんだけど、ちょっと時間の都合でできなかったことがたくさんありますみたいな、だいぶ心残りな結果になんか終わってしまったんですけど、まあ、なんだかんだで時間がないからね、もう、今更言ってももう戻らないからしょうがないんですけど、はい。ということで、ここね、荒れ地の第二拠点、皆さん覚えてます？荒れ地にある第一拠点か。荒れ地にある第一拠点ね。で、この向かいに、第二拠点があるんですけど、あれね、ほら、見て。かぼちゃあるでしょ、ほら。ね、あれ、ハロウィン建築にしました、ほら。覚えてますかね、どんな感じだったか。普通のね、コンクリート打ちっぱなしの四角い豆腐拠点だったんですけど、見て、ほら、ちゃんとね、家にしたよ。ほら。ちゃんと館っぽくしました。ハロウィンっぽくね。はい。で、一応かぼちゃ置いて。これがね、X でね、途中の状態のやつ X でつぶやいてましたけど、なんかね、かぼちゃっていうよりドクロベにしか見えないとか、自分で作っておきながらね。もうちょっと上手にしたかったんだけどね、なんかマイクラっぽい感じにしかならなかったね。もうちょっとセブンデイズっぽくはないね。もうちょっと上手に作りたかったなっていうのはあります。はい。あとこの辺とかもね、全然装飾がないんで、もう時間があればもっと装飾をしたかったところなんですけど、なんか思ったよりね、でも本当にね、1ヶ月ぐらいあったんで、猶予がね、1ヶ月あったらできんだろうと思ってね、気軽に参加表明してみたものの、実際やりだしたら割と時間がなくて、ね、全然やってる暇なかったっていうね。はい。ということで、ちょっと見に行きましょうか。はい。豆腐拠点が、自動迎撃拠点ね。自動迎撃豆腐拠点がこんな感じになっております。はい。もうハロウィンっぽいのここだけだよ、マジで。ここだけ。これだけ頑張って作った。これだけ頑張って作って、もう時間なくなったみたいな感じね。ただこれもね、もっと頑張れただろうっていう気はするんだけどね。ドクロベイ。このドクロベイをなんとかしたかったんだけど、まあ一応ね、お墓っぽく十字架を置いたりとかね、かぼちゃ並べたりとかね、これかぼちゃの人形もね、これももうちょっと上手に作りたかったんだけど、その辺センスだね。センスがないんだわ、やっぱり。センスのなさが来ている。はい。で、まあ一応ね、こう入り口と門のところにもかぼちゃ置いてみたりとかね。あとここずっとね、こういうね、こう瓦礫の地面だったんですけど、コンクリート打ち直しまして、コンクリート打ち直すのも結構時間かかったけど、打ち直す必要あったのかなっていうのもありますけどね。はい。で、通路こうね、かぼちゃ、左右にかぼちゃ置いてみたりとかして。で、やっぱこれ割と気に入ってるこの建物はね、今までのね、ずっと使ってたのは本当にただの四角いね、コンクリートの打ちっぱなしのただの四角い建物だったんですけど、何の装飾もないね。これ頑張ってね、館っぽくしました。館っぽくね。で、こっからさ、こっから頑張ってハロウィンっぽく装飾しようかなと思ってたんですけど、おっと、サトコ来たのか。サトコさんが来たみたいですね、どうやらね。ゾンビ来ると勝手に撃ってくれるんで、死にましたが、死んだみたいですね。そう、で、こっからね、こっからもっとハロウィンっぽく装飾をしていこうと、今からでしょみたいな感じだったんですけど、なかなかその時間が取れない、残念ながら時間が取れずにですね、まあ一応館っぽくね、それっぽくしたんですけど、ただの四角い状態からね、まあちょっと心残りではあるね、まあ、時間切れということで、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、ちょっと若干心残りではある。もうちょっと上手にしたかったね。これね。色もね、ハロウィンっぽくさ、紫とかさ、
黄色というかこうかぼちゃのねオレンジとかに色塗り替えようかなと思ったんだけどね、まあ、それも結局やってる暇なくまあまだ3日4日あるんだけどね、ちょっともうスケジュール的にやってる暇がないわということで動画公開に踏み切りました。はい、ちなみに中はね変わってないです。はい、中こんな感じ中は何も変わってないですね。はい、こういう感じでここからお、うん、あこれかこれね、ここから来たゾンビがトゲ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 ループで落っこちて、まあ、落ちたらここに SMG があるよみたいな、でこっちはこっちで、ショットガンタレットがあるよみたいな感じで、で、ここを登、ここはしごを登ろうとした人はこのタレットに撃たれるあのダーストラップに撃たれるっていうね、これで制御します。人感センサーで、このダーストラップは制御します。はい、で上がっていく、撃たれながら上がっていくの繰り返しね。うん、でまたここ行こうとするとここでここから落ちて落ちてまた撃たれるの、それの繰り返しね。うん、バタンクドア開いてる。はい、一応そんな感じになってますね。ここ一応ねドア閉まるんだけどね、うん、閉まるんだけど、まあほぼ開けっぱなしだよね。 あの閉めていくと、閉めてると叩かれちゃうからねね、閉めてると叩かれちゃうんで、開いてた方がなんか雰囲気も一緒、中明るいからね。うん、まあ閉めるとどんな感じかというと、ちなみに閉めるとこんな感じね。これ外から開かないんだけどね、閉めちゃうとね。閉めるとこんな感じ。うん、こっちの方がまあ建物としてはね閉まってる方がいいのかもしれないけど、まあでもここ叩かれるんでね、うん、まあ一応開けっぱにしてありますよと。はい、こっちから行けるんで、よいしょ、こっちね、こっちね、こっちも何もこういう感じでね、裏からもう入りたい放題なんで、もうゾンビの方々は裏からガンガン入っていただいてですね、まあ、入ってきてもらっても全部このタレットが処理してくれるのでSMG タレットとね、これショットガンがね、うん、あのブラッドムーンの報道も全然これで耐えられる感じになっております。はい、一応修理したんでこの辺のコンクリートとかはね直ってないんだけどひび入ってるけどね、うん、この通路とかね、通路とか、あと電流ポストとかね、電流ポストも一応ここでね、入ってこないようにね、電流ポストついてますけど、あの辺も修理したんで、よいしょ、普通に今のところ、ちゃんと機能はしてるはず、よいしょ、はい、一応、プラットムーンジは私がここで耐久するみたいな、ここで撃ちまくるみたいな、はい、ゾンビ向こうからやってくるんでね、ここでガンガン撃ちまくるみたいな感じになっております。一応42日目の今、今夜ブラッドムーンなんだけど、ブラッドムーンしようかどうかちょっと悩んだんだけどね、まあそれもちょっとやってる時間がなさそうなんで、まあブラッドムーンやめとこうかな本当に拠点紹介だけみたいな感じに、でまあ我慢しようかという感じでございます。はい、懐かしいでしょこの拠点ね、これねバニラの時ずっと使ってたやつね。はい、上にあったタレットはね撤去しました。もう今なくなっちゃってるあの屋上にね、これ上がれるよね、よいしょ、鳥対策でこの上にねタレット置いてたんですけど、この辺にね今この囲いを囲いを作ってしまったので、もうちょっとタレットあんま意味なくなっちゃったんでね、これどうしようかなって感じなんだけどね、鳥来たら多分こう入っていくんじゃないかなっていう気もするんだけど、もし鳥が来たらね、うん、ハギワシ来たらね、うん、まあまあもうやあんまりでも鳥の大群が来たことないんで、まあどうなんだろうね、場合によってはちょっと大変なことになるかもしれない。うん、いい感じになんか雨やんだね。雨が止むとどんな感じか外から見てみたい。自分でもねあんまり実は見てないんだよね。うん、よいしょ。夜になると結構綺麗なんだけどね。あのこのろうそくがいっぱいついてるから。あれね。あこんな感じ。あこの建物自体はねさっきも言ったかもしれないけど割と気に入ってるんだよね。この形はね。うん、個人的にはよくできたと思っている私にしてはよくできたと思っております。はい、これちゃんとこうね、ここ本当は丸かったんだけど丸いのやめてね、ちゃんとこういう形状に柱にしてます。で窓一切なかったんだけど窓つけてね、ちゃんとね窓いらないんだけど別にね、必要ないんだけど、うん、まあ、窓もつけてね、うん、だからこっからだよ、こっからね本当は装飾したかったんだけど、その装飾してる時間が残念ながらないっていうね、うん、なんかちょっと心残りではあるね、心残りではあるんだけども、言ってね今これ撮ってるの日曜日なんですよ、日曜日って27日なんで、もうね締め切りもギリギリです。はい、これ以上はもうできない、他の動画も撮らなきゃいけないし、はい、ということで、まあ心残りではあるんですけど、今回私のハロウィン建築がこんな感じ、はい
唯一頑張れたのはこれぐらいかな。うん、これもって、もうちょっと頑張れただろうっていう気はするけどね。うん、もうちょっと頑張れたんじゃないですか、みたいな。うん、まあ、センスがね、絶望的に私センスがないんで、建築センスがね、私にしてはよくやった方じゃないかなという感じでございます。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょうか。まあ、これ一回やってみてもいいんだけどね。まあまあ、でもそれは動画で何回も出してるんで、うん、フェダルフォード、ブラッドムーンの報道自体はまあいいかなと、思っております。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などね、はい、よろしくお願いします。はい、大川さんでございました。またね。